6日目の大輝さんのお顔こうなりました。どうぞ。じゃじゃーん。一週間企画です、これ。あー、一週間企画。あー、一週間企画です。信じられないぐらいカオスなんだけど、カオス。おいくら一週間何？一週間大輝ギャルメイク生活。大輝、大輝、一週間大輝ギャルメイク生活。おー、おー。そういえば大輝全然やってないもん。やってねえやこいつ。昔さ、やってたやん、メイク。あれ見て俺思ったんだ、こいつ初心足んねえってな。まあ、言ってやれよ、俺昔ヤンキーしだから別にギャルでも別にいいよ。理由になってねえ。はい、今夜遅いんでね、明日から1週間スタートで、レッツギャルメイク。見てください、これめっちゃじゃーん。わー、すごっ。これペンペンペンってやりますと、これいっぱいほら、サラサラパウダー、パウダー、ピーン。ほら、これ見て、スケーマー来ました、ブーンブーン。スケーマーでーす。今のタイミングどうかしとるか。これ一人でお前買いに行ったら。そうだよ、お前ゴリッゴリのおねえやね。しかもこの格好で買いに行ったからね、すでに。メイクしていきたいと思いますので、レッツゴー。どう、ギャルの眉毛になってる。女の定番マスカラいきます。さあ、ということで、今正義の、家の前まで来てるんですけども、これからやつが来るということで、この気持ち悪いゴリッゴリのオカマをですね、見てどんな反応するのか見ていきたいと思いますよ。はい、じゃ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 、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いてください。来た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 。アイス。ちょっと披露したいものがありまして、こちらです。どうぞ。あ、どうぞ出発で。やめろお前。嘘でしょ。NG のタイプの顔してる。やだやだ。やばそうじゃん性格が。いやそんな感じならいいけどさ、なんかマジな顔されてる時がいい。ほらこの感じ。やばいね。じゃあ、お姉ドライバーの方よろしくお願いします。お願いします。いいわよ。じゃ普通に運転するのやめてくんない？何？何じゃねえ。できます。そろそろミラーに化け物が出てきます。来たー。ドゥ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 。はい、今ね、僕たちが一日店長やったラーメン一軒様に、はい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 、バーでおなじみの問題の店員たちが癖の塊の、ここにもおられるんですね。それ置いといてよ。はい、帰ってもらっていいですか。やばいっすね。いや、ほんと気持ち悪い。気持ち悪い。マジで嫌い。まだほら、僕らのサインがあるんですよ。もう、いやでもここのね、ラーメンマジうまいの。じゃあ帰ってもらって。帰った。こんにちは。はい、大輝さんがですね、今オカマの格好でですねレコーディングをしているということで行ってみたいと思います。ここからは秘密事項なので無音でお楽しみください。頑張ってますね。はい、ギャルでだと声がハマスゲームになっちゃう。マジやー。ほらマジなんだ。ギャルってさ、マジマジ何やっとんだお前は。化粧中なんて邪魔しないで。 YouTube 美容系 YouTuber の動画見て化粧勉強すなよお前、気持ち悪いな。まだ始めたばっかだから、うん、あの完成したら見せてあげる。じゃあ完成したら呼んでよ。呼ぶよ。はい、それではあいつらに見せていきたいと思います。雲を作ってるだっていう動画出して一番見たい。化粧終わりました。やばいなこれ。えぐ。今日何して遊ぶ？いや、違う、これ何して遊ぶとかいう設定守るんじゃなくて普通に会話したが多分。何明日の予定は？あの、マリリンさんのチャンネル見てて。あー、何で下こんなゴリゴリのビーボイ。うわぁ、ドッキリだ、絶対。たつきさん、はい、本日、あー、たつき化粧ギャルメイクで俺はどう変わるのかな。任して。言葉出して。全然やったことねえけど。完成です。ドゥ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 。じゃあ見して。はい、どうぞ。なに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 、来て。テーマ、はいはい、
昭和の黒ギャル。おお。ぬぬ。これダンプ松本じゃん。下にまだちょっと見に行く。はい、行きましょう。皆さん、はい、大輝くんの化粧ができましたので、はい、見てもらいたいのよ。はい、なんだ。あ、なんでだ。はい、笑いません。あ、じゃあ大輝さんお願いします。めっちゃ至近距離で近づくと本当に怖い。わあ怖い。絶対怖いこれも。残りの日にち頑張りますぜ。チェックメン。今ね、DVD 買いに来たの。ギャルは DVD 鑑賞大事だから。もう今日完成度すごいな、お前のメイク。京平さん、可愛いって言って。可愛いって言って。可愛いって。いや、店員さんの顔やばいね。深夜4時前にこんなさ、ガタイのこんなメイクしたやつ来てみな。バカ怖えよ。そうです、俺が店員さん役やると、これでピッて買います。せいさん、ありがとうございます。聞いてるやん。こうされて、あ、女の店員さんだったから、同じ立場としてどうですかって聞いたら、はいって言われたよ。バカ引いてるね。やばくない？こっち客よ。当然です、その反応が。牛丼の大盛り一つ、はい、以上で大丈夫です。この顔どう思いますか？この反応ちょっと見たかったんですよ。はい、というわけでね、改良に改良を重ねて3時間ぐらいかけて自分で完成させました。黒ギャル戦隊大輝ちゃんです。はい、どうぞ。おー、おー、おー、やばないこれ。これ見て、このつけ間、俺ね、下と上につけたんだよ。完成度が全然ちゃうやろこれね。これね、今ね、上でね、ノリ、ターボ、強兵寝てるから叩き起こしに行きたいと思います。この顔でどういう反応するのか、レッツゴー。ケイさん、おはようございます。ケイさん、おはようございます。ケイさん、おはようございます。ケイちゃん、ケイちゃん、こっち見てて。タボさん、おはようございます。見て、俺、お似合いカップルだね。どう思います、このメイク。結構完成度高いでしょ。もっと顔ではぁ、寝てろバーガー。皆さん、おはようございます。見てください、ガッチガチのおかまは一番きついのよ。見て、ほら、見て、何、超似合ってるよ、この、見て。さあ、ということで、もうちょっとでね、ターボーと正義が来るんだ。はいはいはい。おきぃー、おだまです。あ、おだます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 。あれ、あれ、あれ、うん、うん、うん、狭いな。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。なに、なんやそれ。これね、サンプルでもらった。え、えぐ、超かわいい。どうせこれ顔を見せるんでしょ今。あ、そういうことです。ということで、6日目の大輝さんのお顔、こうなりました。どうぞ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん。聞いてもうてるやねん。苦笑い、オブ苦笑い。はい、ということで、6日目終わりということで、はい、ラスト1日ね、デートしよう。誰か、ランダムでいいよ。ノリディでしょ。嫌です。一番いい。俺と大輝の動画で最後終わんの。そうです。お似合いでしょ。唯一しっくりくれたわ。俺むしろしたいんだけどね。まあ、いや、いいよ、してる。いや、くっついてる。ほら、もうこんなの振られちゃったから。俺の分まで幸せにしてやってくれ。あれやねん、何くん大好き。気持ち悪い。どうした。いや、今日のりさんとデートだからさ。行ってこいって言われたけどさ、はい、やっぱ最終日1週間恒例のドライブスルー行きてえなと思って。そうだよね。その喋り方やめてくれ。ダメダメってなんやね。ということで、ドライブスルー行って、はい、そしてマックの店員さんがなんて言ってくれるか最後聞いて、締めくくりましょう。いや、まあね、俺の予想はね、惹かれると思うよ。間違いなく。じゃあ行きますか。行きましょう。女の人ですね。女の方ですね。こんばんは。あ、どうも、どうも、どうですか。苦笑いされたんですけど。なんか一気に済ませちゃう。どうですか、こういう男性、こういう化粧してるの。上手です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 。